どうもエルザレッドです。それではクリステイルズやっていきたいと思います。まず西、あれ左か嫌いなんだよな。西とか東とかさ、右手側左手側って言ってほしいわけさ。まだ左側か。ここも降りれない。あ、合ってたみたい。この人で全然また雰囲気の違う感じだね。しかも下ガラスだ。マティアス、何か変だわ。ここでは何も特別なものを感じない。同感だ。この場所で何かを感じるとしたら危険かな。それは実に奇妙じゃ。それにあの男は誰じゃ。ここにはマザーステリーオールがいるはずじゃが。その通りだ。でも彼女の姿が見えない。ひょっとするとここは以前は違う大聖堂だったのでは。僕が子供の頃見ていた大聖堂と同じだよ。ただステンドグラスだけは変わってる。自分を責める信仰を変えることができれば自分自身は変わる必要がないわけだ。なるほど。なんでもね、ステンドグラスがなくなっていることがクリスベルが何も感じないことと何か関係があるのかもしれない。じゃあこの後どうすればいいの。ここで何が起きたのか突き止めれば知ってる者がいるはずじゃ。あの神父に聞いてみようではないか。あの神父が何かしらやらかしてんだろうな。でもお宝ないね、この町ね。なんかね、授けられたみたいな絵になってるけど怪しすぎるよね。私はファザー・ミゲル・ルレギーのしがない弟子です。あなた方はここの信徒ではないようですね。どのようなご用でしょう。変な質問をすると思われるでしょうけど、最近この大聖堂で何か改装されましたか。時々小さな改装はしておりますよ。しかしここ数年は大きな改修は行われておりません。わかりました。あの戴冠式を描いたステンドグラスの壁はどういうものなんですか。レディアはわかるんですけど、もう一人の人は冠を受けている人です。これを描かせた男にどれくらい似ているのかが気になるな。私は基本の競技を全て知っております。しかしこのセントクラリティではここを治めている人々がこの世界におけるレディの代理であると信じられているのです。だからステンドグラスを変えてしまったんですか。ああ、それは何年も前のことです。古い絵を知っている人はもう多くないでしょう。取り外された古いステンドグラスはどうなったかご存知ですか。私は知りませんが、町の指導者であるエンツォ将軍ならご記憶があるかもしれません。資金を出されたのがあの方ですからね。私の考えが正しければあの方こそ町の、庁舎におられるべきなのです。いつも私たちの大切なセントクラリティの発展のために尽くしておられるのですから。わかりました、ファーザー。ありがとうございました。当然のことです。善のレリーがあなたたちに全てをお守りくださいますように。ああ、でもそうだね、この人もなんかそのある程度は知ってるけど、クリストファーの記憶でも昔って言ってたからだいぶ過去から書き換えられてんだね、情報ね。ここも入れないってことは右側か。なんか大変な感じですな。あれ、いなくなってる。そう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 、どうです、入らせてくれます。ご用件をお聞きしても。いや、ダメだ。誰でも通すわけにはいかないんだ。わかるだろ。新入りだな。僕はクリストファー。僕がここに来たら通すように母に言われているはずだ。ああ、確かにそうおっしゃってました。今は将軍とお話し中ですが、すぐに終わられるでしょう。来られたことをお伝えしますよ。
塩素市長めっちゃごついなだってさ眼帯めっちゃ飛び出てるよ。すんごいな、かっこいい。で、そこで冬が来る前にこの季節の生産の4倍増から通常生産の5倍ないし6倍まで上げたいと考えてます。なが私なら今すぐ注文出しますね。ルビーの供給が増えるにしても需要の増え方に追いつかないでしょうから。あ、ルビーを使って、あー、いや、ルビーがそもそも数少なくなってきてんのかな。人々が求めているのは正義だ。あー、父さんまたかよ。どうしたの？父だ。いつもこんな風なんだ。騒動ばっかり起こして、いつも町が不平等だって抗議してる。お前はここで贅沢な生活をしているが、ルビーを掘っている甲府たちは貧しさにあえいでいるんだぞ。なぜ彼がここに？誰かこの先導者を追い出してくれ。そうよ、それだけじゃないわ。あんたは私たちの資源を独占してる。やれやれ、今度は発明家の小娘か。アルマンド、これやりすぎだぞ。一線を越えている。衛兵、この先導者どもを外に出すんだ。うわー、なんかちょっとめんどくさそうな集まりですな。じゃあ僕もお邪魔しましょうか。あら、見たことがある気がするわ。あなたはライサ敵なのかな。口をつぐんでよくお聞きなさい、ライサ。指導者とはそういうものよ。彼をご覧なさい。部屋中の全員が物を買う気になっているでしょ。こっちは、パウラさん、あなたはソフィアの息子です。どうしても言えと言われるなら。なるほど、確かに似ているわ。でも将軍には似てないわね。もちろん将軍に似てるはずないですよ。どうして？あ、違います。将軍じゃなくて母に会いに。待たせるのは本当に嫌なんだけど、あの赤いクリスタルは最近需要がとても多くて。あら、どこからいらしたの？ナリムから着いたばかりです。あら、着いてなかったわね。あの人に会おうと思ったらもっと裕福な地方の出身でないと。大丈夫です、そこら辺は考えてないですから。私に触るな。お父さん落ち着いて。エンツ将軍がもうおっしゃっただろう。すぐに出ていくんだ。ちょっとアルマンドから手を離しなさいよ。大変だな。あ、母親いるね。お前たちどこに行くつもりだ。エンツ将軍には誰も近づけないぞ。クリストファー、帰ってきたのね。二度と帰ってこないかと思っていたわ。衛兵、下がりなさい。申し訳ありません。どうぞお取りください、クリストファー様。まあんま好かれてない感じだね。やっと家に帰ってくる気になったのはどうしてだの？そういうつもりじゃなかったんだけど。お友達を紹介してくれるの？ややこしい話なんだ。この二人はその時の賢者。とても美しいお宅ですね。私の村を思い出しますわ。ただもっと大きいですけど。ありがとう。私たちはとても運が良かったの。ルビー生産を近代化したおかげでセントクラリティ全体が豊かになっているわ。フラットサイトはあまり豊かなように見えないが、時間がかかるだけよ。最終的には全員に富が行き渡るわ。いわゆる時の賢者たちにはそういう未来が見えるのもかと思っていたが、こんなやつを祭り上げてどうするつもりなんだ。よりによってこんな、たとえソフィアの息子であろうと私に敬意を払ってもらえるとありがたいのだがね。裏ありそうだもんね。分かった。僕たちはただ大聖堂から取り外されたステンドグラスの絵がどうなったのか知りたいだけなんだ。神父さんの話では注文したのはあんただそうじゃないか。古い絵がどこにあるのか教えてくれ。そうすればあんたはその声だめの中に戻ってくれていい。口悪いな。お前は父親から仮想階級の偉そうな態度を受け継いだようだな。あいつと違ってほとんどの勤勉な市民は私を尊敬しているぞ。そうするしかないからさ。壁に囲まれた丘の上でみんなより高いところに住んでるんだから。クリストファー、お願いよ、もうやめて。
あなた方が言ってるステンドグラスのことは知っているわ。何年も前に船着き場から川に投げ捨てられた。大聖堂から出た他のゴミと一緒に。マジか。行こうクリスベル、探すんだ。ここでの用は終わった。お母さんもお母さんもあれだね。まあ純粋に子供が帰ってきて嬉しいっていうのあるけど、権力闘争に巻き込まれてるって感じだね。髪の色はとかは母親にだけど、性格は父親譲りってところだろうね。さあ行こう行こう、船着き場。ゴミと一緒に捨てたか。あー、作戦通りって感じかもね。あ、ちょっと待って、裏来たわ。おーおお、あー、これあれか、桟橋か。ちょっと待ってね、それだったらちょっとセーブしといて、オッケー。あー、全員回復してないんだよな。持つかな、回復。よし、行こう。あー、なんかめちゃくちゃ汚えような感じがするんだけど、気のせいか。あ、休めるんだ。やっと。あー、テントがないってやっぱ無理。いや、テント3000円だよ。これもしかしたらどっかでがっつりお金集めしないといけないかもしれないね。あそこにあるのは何だと思う？あれは古代の巨人、目撃者の一人だ。学者たちはレディがいつも見ていることを我々が忘れないようにするためのものだと言ってる。うちの気難しいおばさんに似てるな。見ろ、何かが起きておる。何かが起きておる。うわ、めっちゃ綺麗。え？おお。みんな見たか？あの大きな像が動いた。何かを感じる。あの中に。中に入れと言われているようだ。中に何があると思う？確かめる方法は一つしかない。すげえ。スーッと飲み込まれて、スーッて出てきたね。さっさ、行こう行こう。あら、今度は誰かしら。お客さんなんて随分久しぶりだわ。最後に来た人は泥棒みたいだったし。誰なの？あら、いらっしゃい、あなたは。あら、まあ、面白いこと。なるほど、なるほど。私の質問に答えてもらってないわ。あら、ごめんなさい。うっとりしてしまって、まあ気にしないで。こんにちは、私はパウリーナ。時代の目撃者よ。まあ、また動けるなんていい気持ち。何よりも好きなものはファッションだけど、時の賢者と話してみたいのを、みたいといつも思っていたの。特に力をなくしたばかりの人とね。なぜそんなことをしているのか説明してくれないか？ズボンも気も短いようで。私が美人だからって何もできないってわけじゃないのよ。クリスベルの力をどうしたら取り戻せるか、力を貸してもらえると思えませんがね。あら、そうね。最近はほとんど何もできないのよね。この状況はあなたに何とかしてもらわなくちゃ。祭壇に近づいて。これさ、あれだね、ステンドガラス人違うよね。触ります？何かを感じる。でもよくわからない。これが？来たか。貴様、ここで何をしてる？しかもよりによってクリスベルの力がなくな。いて。クリストファー。なぜこうも不注意になれるんだ？
あの坊やの言ったこと聞いた？私たちを2回倒せると思ってるみたいよ。ガレイノシシみてえだな。あの子1回しか殺せないなんて残念。陛下が何回か巻き戻してくださるんじゃないかしら。もっと楽しめるように。みんな聞け。できるだけ間接的なダメージを多く与えられるようにするんだ。行くぞ。あら可愛い。好きなだけ作戦を立てるといいわ。どっちみちコッパみじんになるんだから。これは楽しくなりそうね。少しは見どころのある戦いを見せてくれると嬉しいんだけど。そっか、何回も戦うことになるのか。でね、やっぱ手に入れてないね。11ダメージは入るようになってる。いいね、ダメージ入るね。ってなるとサポート復元中。なるほどね。防キャップ毒でもどうぞ。まあ素敵。この雪辱戦のために来て安寧してきたのよ。うぬぼれ抜きで私たちがどれだけ容赦ない戦いができるか知ってるわよね。防御力が上がった。タイミングむずいな。まあでも物理で押せるな。毒入ってるからね。いいね、防御力が上がった。ナイスガード。どうしよう、また毒いる？いや、まだいいね。普通の。普通の攻撃で一回しのいで。いいね。全然タイミング合わんな。いや、でも、マジで、クリストファーの火力が助かる。釣りじゃなくて魔法っていうのかね。クリスウェル、大聖堂の力をつかみ取るんだ。どうやって？前にやったのと同じようにするんだ。あれをもう一度見つけろ。急げ。この力、これは何なの？なんか違うのか。シンクロって書いてある。前とは違う。おやま、何もかも私が面倒を見ないといけないのかしら。そこの偉そうなことを言う坊や、自分の中に何かを感じるでしょ。僕のことを言ってるのか。自分の内側に集中して、同時にその田舎臭いファッションセンスの女の子のことを考えるのよ。おいおい、言うな、可愛いぞ。田舎少女、あなたも同じことをして。ただしあなたはこのクソダサいゴーグルをかけた男のことを考えるな。やってみるわ。二人がつながろうとしている間にその仕組みを説明するわね。戦いながら二人のエネルギーを集めるのよ。シンクロポイントをね。エネルギーが十分に集まれば強力なシンクロスキルを発動できるわ。三角ボタンを押すと発動できるわよ。ほい、じゃあシンクロ。水の刻印、楽印か。敵一体を二度攻撃し水ダメージを与える。うわー、あれか。なんだろうな。今がクリスタル、クリスタル使い。なんかあれっぽいね。クロノトリガーの要素入ってる気がする。連携だね。シンクロで言うとあっちか。あっちに近いのかな。雪の刹那ね。フューチャークリスタル発動。久しぶりの発動です。ダメよ、またこんなの不公平よ。急いで陛下のところに戻るのよ。
ごいな。シンクロは強力な能力なの。戦いの流れを変えることができるわ。自分と仲間の様子にいつも注意して、仲間のターンにもこのパワーを使えるから。ああ、そういうことね。先のことまでよく考えておくのよ。溜まったシンクロポイントは戦闘があっても消えないことを忘れないで。ロードしたら消えますかっていうとこやね。クリスタルだわ。また力を取り戻すだ。でも、あのつながりは何なの？何が起きたのかわからないわ。これであなたが本物だって分かったわ。じゃあ前のは本当一部の解放だけって感じだったんだ。自分に近い人たちとの間につながりを作れる力を持っているって証明されたのよ。凄まじい力のようじゃの。だが気をつけろ。急がずに身につけるのじゃ。感じるわ。みんなの存在を感じる。全員の。僕も感じる。つまりみんなの力が一つになってるってことか。正確には同調しているということか。力をより統合した形で使っているということだ。これは我々みんなが結びつけるようだ。ただしクリスベルを通す必要があるようだ。実に大発見だ。もう少し安全な方法でも確かめられたらはずだがな。大げさなことを言えないのよ。ここは聖なる場所。本当に危険な目に遭うようなことはないんだから。だがさっきのが稀だったんだね。それでこれからどうするの？みんな少し休んだ方がいいと思う。街で休める場所を探そう。またいつでも来てちょうだいね。あなたをもっと可愛く見せられるよう服が見つかるかもしれないわ。本当おしゃれ好きなんだね。見るのも好きだよ。見られるのも好きってことか。いつも私の天職は美しい服をデザインすることなんじゃないかと思っていたのよ。これ本体パウリーナね。じゃあ聖堂解放していくとどんどんなんだろうな、スキル的なものが出てくるのかな。いやいいね。また新しいギミック増えたのは嬉しい。結構敵が強いからね。お母様。クリスベル？お母さん、どうしてここに？お願いがあるの。町で最も権力を持っている男と付き合いがあるのでは？彼に頼めは良さそうに思うが。いや、みったらしいね。そんなに単純なことではないの。エンゾは権力を握って町の経済を大きく発展させたわ。彼が投資家を見つけたおかげで、ルビーの生産は近代化できた。そのルビーというのは、たくさんの赤のクリスタルダストを融合させるときに手に入るものだ。ダストはいろんなものの中に少量の鉱物として存在する。それには魔法の性質があるんだ。それを使っていろんな魔法の装置が作れる。鎧や武器を作るためにさ、それさえ使えられると。だからクリストファーが魔法を使えるんだ。推奨、なんかそれ系の仕事の人だったもんね。はあ。だからルビーはとても貴重なんだ。私たちはルビーをこれまでよりもずっとたくさん輸出できるようになったわ。でもエンツはその事業の内容の一部を隠しているの。私にさえも。キシア山に登った労働者たちの一団は戻ってこなかったわ。公式には山崩れで遅れていると言われているんだけど、私はそうじゃないことを知っている。フラットサイドの人たちは気づき始めてる。それであなたたちに調査してほしいの。帰ってきてたった一日でもうよそにやるつもりなの？違うわ。たださっきの戦いを見ていたのよ。そしてエンツォのために働いていない知り合いはあなたとお友達しかいないの。そしてあなた、クリスベルは本当の時の賢者だわ。お願い、あなたの力を使って行方不明の労働者たちに何が起きたか突き止めて。やります。ありがとう。後でこっそり会いに来て。OK、 こっそりね。若かりし頃は見えないか。いろいろ進みましたね。さあ、とりあえずこれで、そうだね、ボス戦も終わったし、次回は、また新しいところに行く感じか。まあ、いろんな人助けたいのは、岸は山に行くべきじゃろうって言ってるからね。多分山、助け行くんだろうな。
山か、山どんなところ？山、山ある？ちょっと戻ろっか。あーでもやっぱこの辺り変わってるね。あー音楽家だったのか。あ、武器屋だ。ノンプレイヤーキャラクターもしくはアイテムの上に、紙と羽ペンのアイコンが表示された際、それに関するサブクエストが始まる。サブクエなんだ。へー。エリア内のサブクエストを全てクリアすると新たな選択肢がアンロックされ、王国の未来に大きな影響を与えます。ということは、各国のクエストはしないといけないのか。クリスベルどうした？ソフィアとエンゾを過去で見たの。でも何を話していたのかは聞き取れなかった。場所が近くに寄れるかもしれんぞ。マティアスが特定のイベントや人物を見つける手助けをしてくれますと。はいはいはい。机とかにアイコンがあったらっていう話だね。まあ未来は廃れてるんだな。マティアスのマークってこのオレンジ色のやつ？いや、これか。過去に行かないとできないってことか。ああ、王様になったわけだね。将軍からそのままね。あ、へえ、王国反対。王女様ってわけじゃないんだ。貴族じゃなかったのか、もともと。へえ。あれ？消えてる。あ、すごい。ペンギンからさらにこっち進化したわけね。なるほどね。ちょっとこれ、あれだね。次回山行く前に街の中いろいろ見てみたいね。サブクエとかね。あ、ちょっと待った。うわぁ、ヌスッとになってる。マジか。失敗したってことか。この辺りも？ルビーはたくさん持ってるけど結局ってことか。あれ一人いなくない？あーいない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 。オレンジの子がいない。衛兵が意外とさ、いい騎士になってるんだよね。だから騎士とかの側はなんかうまいこと生き残ってる世界線なんだね。あ、すげえ。ちょっと待って、その前に、俺、山見に来て。いや、なんか話進みそうだな。一旦ここで終わろっか。はい。ということで、ここでご視聴の方ありがとうございました。まあ、続きはこの街のサブクエとかね、やっていこうかなと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。